今回の動画なんですけども、ラーズ・ヌートバー選手作ったので、早速日本代表に入れて遊んでいこうと思います。能力はこんな感じですね。弾道はラインドライブ、怪我しにくさは E、レギュラーシーズンで結構怪我してるイメージがあるので E にしてます。でバント C、チャンス D で、存在感、粘り打ち、初球、チャンスメーカー、プルヒッターですね。日本代表戦を見たらなんとなくイメージで作りました。もっとこうしてほしいとかね、この方が似てるよって言わればコメントいただければと思います。 AI の部分は積極性がいいで、選球眼 A、 この当時はフォアボールをすごく取るイメージがあったので、今シーズンはそこまでね、フォアボール取れて出塁してるっていうイメージもあんまりないんですけど、日本代表のイメージ的に選球眼 A をつけてます。で打撃スタイルはチーム強打、反応打ち、積極走塁、身長盗塁、積極守備ですね。呼び方はヌートバーで、場内呼びはタツにしてます。ミドルネームがタツジなんでね。して、バッティングフォームはオープン162を改造。これは多分周東選手のやつかな。周東選手のフォームを少し改良してますね。はい、ということで、早速プレイ動画行きましょう。はい、まず守備ですね。センター、ヌートバー。打球飛んでくるかな、柳田。打ちました。これはどうか。お抜けた抜けた。打球処理ヌートバー。ライトの打球を無理やり取った感じあるけど、バントはさすがに来ないか。ここ飛ばそう。ここはバックホームしてみたいね。センター、ああファーストフライか。センター前ヒットくればね、いいバックホームをできるんじゃないかと思うんだけど、待ちましょう。山川さんに期待。さあ飛んでこい山川、来い。おまあいいでしょう。センターフライ。ギリギリのとこ飛んでほしいね。ギリギリのとこ飛んできて、代表戦で見せたスライディングキャッチみたいな。さあ見てみましょうか。いいダッシュはできたんじゃない？いいダッシュとは何か分かんないけど。ダッシュのとこ全然映ってないし。侍ジャパンのスターティングラインナップです。1番センターヌートバー、2番レフト。1番センターヌートバー。ちょっとイントネーションおかしかったね。さあヌートバー選手1番ですね。どうでしょうか、顔と雰囲気と。ちょっとなんか幼さがあるけど、何が違うんだろう。なんか違うよな顔。ちょっといいめっちゃ再現できてる。これは後ろ姿は、おい、オーケー、いいね。二塁いけるでしょ。一塁蹴って二塁に向かう。でこのクラウンスタジアムめっちゃなんかすごいな。こんななんかすごかったんだね、観客席。すごいしか言ってないけど。答えることはできるのでしょうか。バット高めのボール打ちました。詰まりながらもセンターへ。ここはフライになっています。タッチアップいくか。タッチアップいくか。ほい。セカンドランナースタートを切る。いけ。あーマジかー。さあ第2打席、2対0とリードした場面でワンアウトランナー1塁で回ってきました。打順は1番に帰ります。バッターヌートバー、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。実はこのユニフォームもね、自分で作ったやつなんですけど、どうですかね、ちょっとクリーム色すぎたかな。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには、ああ入ってた、サークルチェンジ。さあバッターは何を待っているか。おくし、これは左中間破っていく。なかなかホームランちょっとむずいかもな。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。侍ジャパン1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。辰巳監督です。栗山さんいなかったからね。背番号もちゃんと89にして、見事なバッティングでしたね。いいんじゃないですかね。センターの守備なんですが、ワンアウトランナー満塁、4回表。さあ大谷さんが粘っている。空振り三振、まさに三振が欲しい場面でしたよね。はい、三振で。ちょっと見るかリプレイ。いいね。そして打席には、さあ続くバッター正木、今回ホークスとやってるんですけど、ちょうど日本シリーズでね盛り上がってるんでフォークス入れてます。2アウトながらランナー満塁、バッターボックスには正木。なんと宇宙間、宇宙間、これはやばい、破られる。いや吉田正尚とヌートバーの間を抜いていく。さあ中継プレーはホーム無理だな。ファーストランナーもホームイン。
同点。大谷のストレートをうまく捉えました。第3打席4回裏、ワンアウトランナーなし、ホームラン狙おう。さっきはチャンスでいいバッティングをしましたよね。まあ、出塁して盗塁っていうのもありだな、どうしようかな。乗ってると思うんでね、この打席もやってくれそうな気がします。まあ、まずはホームラン狙うか。この打席も期待しましょう。まずは先頭の源田から三振を奪っています。よっしゃ、おーおーおーおお、めっちゃ転びそうになって打ってた。勝ち越しのホームランです。試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。ストライクを取りに来たところ、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。ここ一番の集中力が光ります。この回1点リードに変わります。何かが違うな、やっぱ顔なんだろう。川上さん、シュート回転のストレートにうまく合わせていった形でしたが、やっぱり甘いところに行くとね、やられますよね。まあ、そのあたりは見逃しませんでしたよね。先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。いや、打ちました。ダメか、三遊間狙ったけど、アウト、ツーアウト。ヌートバーがバッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。侍ジャパンリードで迎える8回のインサイド、打ちました。これはどうか、ヒットになった。ちょっと一塁で止まって、盗塁します。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー一塁で、あ、できなかった。設定するの焦った。先ほどは打った。さあどうだ、伸びていく。うわ、近藤がすげえ。近藤中近藤。はい、ということで、ヌートバー選手を抑えていこうと思います。今回使う投手は横浜 DeNA ベイスターズ東投手でいこうと思います。まあ、前回先日ね、日本シリーズでなかなかの、プレッシャーの中ね、復帰登板、完全復活を果たした東投手ですね。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。さあ、東対ヌートバー、狙ってくるバッターですからね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ツーシームから、はい、おお、ナイスボール。コントロールいいね、やっぱり。スライダー、よし、森さん、あー、取れない。マジか。さあ、第2打席ツーアウトランナーなし、2回表ですね。オーケー、いいボール。そうですね、ツーアウトランナーありません。よしよしよし、もう一球外いっか。まあ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 、今の甘いとこ行ってたらやばかったね。ベストピッチ行かんかったから。まあ、ここは厳しいところで、ツーシーム、高めのツーシーム、はい、なるほど、そうですか。はい、よし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 、マーキー、マーキー集合、 OK。 一塁アウト、スリーアウトです。4回表追加点を許したんですが、ワンアウトランナー一塁でヌートバー。初球打ち、梶原さん、ちょっとスタートが遅かったな。はい、4打席目のヌートバー、5回表で4打席、やばい、横浜頑張ってくれ。てか俺がやばい。ワンアウトになっています。よし、オッケー。今日のベイスターズの先発は打ち込まれて交代した東。ベイスターズベンチも、これはベイスターズファンに怒られるな。はい、よし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 、いいとこ見せてくれ。カーブ、はい、いやー、振らない。いや、どうしよう、これストレートいくか。ほい、よし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 、別、ほい、オーセイ、はい、オッケー、うん、オッケー。なんとか、自動試合でも1点返したんですが、自動試合でもまた1点取られるというね。ピッチャー佐々木千早投手に変わってますね。よし、あー、ボール、ボールになります。よし、オーケー、ナイス反応。オッケー、一塁アウトで3アウト。チターズピッチャーが変わります。森原投手に交代させました。12点目取られたんで、9回表ワンアウト一塁三塁でヌートバーですね。
打順は1番に帰ります。バッターヌートバー、最後まで気を抜かずいいプレーを見せないといけませんよ。はい、さあここはしっかり守りたい。まずはストライク、コースだったな。アウトロー際どいところ、ストレート、ほい、うわ入ってないの、高め、ほい、うわボールか、今森原さんこんな球種少ないの、ほい、よしよしよし、もうスプリットとストレート強いのは分かるけどさ、よいしょ、オーケー、見逃し三振。はい、ということでヌートバー選手の選手エディットですね、見ていきましょう。今回はラーズ・ヌートバー選手の動画でした。また次回撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。